はい、どうも佐久間優吾です。毎度おなじみ優吾 .tv、 早速本日も共に学んでいきましょう。今日のお題は、握れば拳、開けば手のひら。こちらのお題を今から読んでいきます。ルーキーズでなんか聞いたことあるな。ちょっと楽しみです。早速読んでいきます。私は日本のことわざが大好きですが、特に気に入っている言葉があります。ぜひ紹介させてください。握れば拳、開けば手のひら。拳も手のひらも手であることには変わりありません。手そのものは問題ではなく、使い方によってその役割を全く変わってしまうことです。私はこの言葉の意味を振り返るたびに、使い方の重要性を改めてかみしめます。人の手は年齢や国籍に関係なく5本指です。もちろん子供の手は小さく、大人の手は大きく、黒人の手は黒く、白人の手は白いといった違いはあります。しかし大きさや色は関係ありません。手のひらをどう活用するかが最も大切なことです。手のひらを握りしめ、拳を作ってください。手は喧嘩をするために武器になります。人を傷つけ、泣かせ、悲しませるための武器です。次に手をパッと開いてみましょう。人と仲良く握手をするための手のひらへと変わります。握手は人と人を結びつけ、新しい出会いを作ります。もはや手の大小や色の違いは全く関係ありません。手のひらをどう活用するかがポイントなのです。自分の素質に悩んでいても大した問題ではありません。頭が悪い、可愛くない、身長が低い、肌が黒い、そうした悩みは外見しか捉えていないことということです。単なる見た目ではなく、どう活用するかを考えましょう。頭が悪いなら人一倍たくさん勉強をするという根気をつければいいのです。可愛くないなら、外見や体ばかりを求めた男性を追い払うことができます。身長が低ければ、小さくて可愛いという見方ができます。肌が黒くても、だからとはいえ、人生に大きな支障が出るわけではありません。握れば拳、開けば手のひらです。手のひらが問題ではありません。手のひらをどうするかが問題です。あなたをどう生かすかが重要なのです。今日の格言。人生の生かし方を考える。なるほど。深いね。こういう深い意味があったんですね。ルーキーズで聞いたな。あの先生が。殴られそうな時。握れば拳、開けば手のひら。みたいなね。はい。ということで、今日も勉強になりました。明日もお楽しみ。それでは、バイバイ。